ハンス・ゲオルグ・バーガー in 1979・イン1979ハンス・ゲオルグ・ブルガーは西ドイツのレーシングドライバー、ビュルガーと表記なされる場合もある。23歳でレースのキャリアをスタートさせ、1976年にドイツのスラロームタイトルを獲得し、ルノー5カップに参戦した。彼のルーキーシーズンでは彼はチャンピオンシップで3勝と総合2位でフィニッシュした。 ドイツの雑誌オートザイトンの助けを借りて、1978年に、ブルガーは、ベルトラン・シェファーレーシングチームに加わり、F3 デビューを果たした。彼は、F3 選手権のルーキーシーズンで2位であった。1979年に彼は、ドイツのスポーツカー選手権で BMW をドライブ。ニュルブルクリンク 1000km レースでは、から数キロ離れた、彼は、 エックハルトシンプフを子ドライバーとして6位になり、クラス全体で1位になった。1979年11月30日、ビュルガーは、ヘルムート・マルコがエントリーした、BMWM1 を、1000年に、マルクス・ヘッティンガーと共有しました。キャラミノキロ、引退。彼とヘッティンガーは、親しい友人であり、彼らは両方ともドイツのルノー5カップのレースを開始し、 チーム GS スポーツのチームメイトであり、一緒にプロカーシリーズに卒業し、ゼネラルマネージャーのジョケーナーパスクの指導の下で、最も有望な若いチーム BMW のドイツのドライバーとなった。1980年、ブルガーはヨーロッパ界に選手権に出場し、スラクストンで8位でフィニッシュし、ニュルブルクリンクでグリッドの最前列からスタートした。彼は、 1980年のヨーロッパ界にチャンピオンシップのオランダラウンドでアルグロとプライジャス、バンゼンバとの最初の練習セッションで6位になった。2回目の練習セッションの終わりに彼は試験員でクラッシュを起こし、ピットに戻った。メカニックは壊れたサスペンションを修理し、車のノーズを変更したが、1980年7月20日、日曜日のウォームアップセッションまで、 ティガ界 280BMW をテストすることはできなかった。最初の2周の間、彼はサスペンションを制御するためにトラックをゆっくりと循環した。彼は3周目からペースを上げて走行を始めた。次のラップで彼はトラックを外れ、左側のシベロックベンドで約 200kmH でガードレールに正面から衝突し、フェンスポールに頭を強打した。 現場に最初に通りかかったのは、ベッペ・ガビアーニであった。ガビアーニは、ブルガーのヘルメットが2つに割れているのに気がつき、救助するとともに、数分でブルガーは、救急車でハーレムの EG エリザベス病院に運ばれた。1時間後、彼は、アムステルダムのウィルヘルミーナ病院の集中治療室に移送されたが、2日後に、頭部外傷で死亡した。ありがとうございます。